はじめまして、朝倉って言います。僕、美咲さんのお見舞いで来て、これを私に。お前、お前が耳たぶ野郎か。え、美咲にちょっかいかけてるらしいな。なあ、あ、ちょっと、サイン。初めましての美咲ちゃんの義理の姉の綾野さんと綾野です。お兄ちゃんです。あ、入れんなって、お前。お前、こんなやつとイチャついてる今あったら病院行けっつったろ。駅前の黒木先生とこ行ったけど夏風邪だって。大学病院で検査しろっつってんだ。心配しすぎ、ほとんど微熱だよ。邪魔なんですよ。お兄ちゃん大げさなの。あの、お詫びが先でしょうな。謝罪。え、ごめんなさい。悪かったな、そのいかつい傷に免じて1ラウンドだけ許可してやる。きっちり3分間で分かったか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。